ルイス・ルー・ウォーレスは、弁護士、州知事、南北戦争の時の北軍将軍、アメリカ合衆国の政治家及び著作家。ウォーレスは、インディアナ州、ブルックビルで、デイビッド・ウォーレスとエスター・フレンチ・テスト・ウォーレス夫妻の息子として生まれた。父は、陸軍士官学校を卒業しており、インディアナ州の副知事と知事を務めた。ママ母のゼレルダ・グレイ・サンダース・ウォーレスは著名な。 禁止運動の提唱者であり、女性参政権運動家だった。1836年、9歳の時に、クロー・フォーズビルにいる兄に合流し、短期間、ウォバシュ・プレパラトリー・スクールに通学した。その後インディアナポリスにいた父のところに戻った。ウォーレスは1846年に、米国戦争が始まった時法律を学んでいた。この時民兵の一個中隊を立ち上げ、 第一インディアナ連隊の勝尉に選ばれた。その後連隊の副官と注意に昇進し、戦闘には参加しなかったもののザカリー・テイラー将軍の軍隊に仕えた。戦後、1847年6月15日に志願兵任務から解除された。1849年には法廷弁護士として認められた。1851年、 第一連邦議会地区の検察官に選出された。1852年5月6日、ウォーレスはスーザン・アーノルド・エルストンと結婚し、一人の息子ヘンリー・レイン・ウォーレスが生まれた。1856年、住所をクロー・フォーズ・ビルに移した後に、インディアナ州上院議員に選ばれた。南北戦争が始まると、ウォーレスは州兵長官に指名され、 インディアナ州で部隊を立ち上げることに貢献した。1861年4月25日、第11インディアナ不評連隊の大佐に指名された。バージニア州西部で短期間従軍した後で、9月3日に志願兵の巡将に昇進し、一個旅団の指揮を任された。ヘンリートリデ及びドネルソントリデ1862年2月。 ヘンリー・トリデに対する進軍の準備をしているときに、ユリシーズ・グラント准将が2隻の木製砲艦に、テネシー川を下らせ、1隻には、トリデの偵察のために、ウォーレスを乗船させた。ウォーレスは、その報告書で、トリデの一人の士官が、北軍の艦船を、ウォーレスたちが彼を見ているのと同じくらい物見高く、観察していたと記した。このときウォーレスはその士官が、 ロイド・ティルマン殉将であることをほとんど知らなかったが、数日後にはウォーレスが取って代わることになる、トリデの指揮官だった。この方面作戦の間、ウォーレスの旅団は、チャールズ・ F ・スミスの手段につけられ、ヘンリー・トリデの対岸にあった、ハイマン・トリデを占領した。グラントの上官、ヘンリー・ハレックは、南軍の増援が、ヘンリー・トリデを取り返しに来ることを心配していたので、 グラントはヘンリートリデの指揮にウォーレスとその旅団を残し、残りの軍隊はリクロドネルスオントリデに向かった。ウォーレスは後に残されたことに不満だったので、命令が来ればすぐに動き出せるように部隊に準備させた。その命令は2月14日に来て、ウォーレスがカンバーランドカー沿いに到着した時、輸送船で到着する増援兵の師団としての組織化を命じられた。 ウォーレスは2個旅団は組織化できたが3個目は未完成となり、ドネルソン取リ出を包囲しているグラントの戦線で中央に陣地を占めた。2月15日の南軍による激しい攻撃の間、ウォーレスは自分の考えで冷静に行動し、グラントからは海戦を避けるよう命令が来ていたものの、ジョン・ A ・マクラーナンド准将の追い詰められた手段に1個旅団の増援を送った。 この行動は北軍の守備戦線を安定させる重要な役割になった。この南軍の攻撃が止められた後でウォレスは反撃を指揮し失っていた陣地を取り戻した。ウォーレスは3月21日から少々に昇進した。シャイロウ・ウォーレスの最も議論を呼んだ指揮はグラントの下で師団指揮官を続けていたシャイローの戦いの時のことであった。ウォーレスの師団は 北軍戦線の広報ストーニーロンサムと呼ばれる場所に予備隊として置かれていた。1862年4月6日午前6時頃、グラント軍はアルバート・ジョンストン将軍が指揮する南軍の突然の出現で急をつかれ事実上総崩れに近くなった時、グラントはオーレスにウィリアム・シャーマンの師団を支援するためにその部隊を移動させるよう命令を送った。ここから議論が始まる。 ウォーレスは、グラントの命令書には、署名がなく急いで書かれた様子であり、全体が曖昧だったと主張した。ウォーレスが前線に部隊を動かす場合2つの経路があり、グラントはどちらの経路を取るかを指定していなかった。ウォーレスはあまり使われておらずかなり状態の良かった、上側の経路を選び、それでシャーマン隊がいると知っていた場所の右側に出るはずだった。グラントは後に、 ウォーレスには、下側の経路をお通るよう指示したと主張したが、状況証拠から見るとグラントは一つ以上の経路があることすら忘れていたようである。いずれにしても、ウォーレスは、その行軍の目的地について、シャーマン隊が後退を強いられた後であり、ウォーレスが考えていた位置にはもはやいないことが分かった。さらにシャーマン隊がかなり後退していたので、 ウォーレスの部隊は前進する南軍の後に出てしまったことも分かった。それでもグラントの伝令が到着し、グラントは、ウォーレス隊はどこにいて、なぜ北軍が陣を構えている、ピッツバーグランディングに来ないのか不思議がっているという伝言を伝えた。ウォーレスは混乱した。ウォーレスは彼がその時いた場所から攻撃をかけることができ、南軍を後から叩けると考えた。 それにもかかわらず、ウォーレスは部隊を回転させストーニーロンサムに戻ることにした。戻るとすれば、隊列の後衛が戦闘になるはずだったが、何らかの理由で、ウォーレスは部隊の当初の体系を維持させるために部隊をぐるっと回らせて行軍させるやり方を選んだ。ウォーレスは戦場に着いた時にその砲兵隊が不評隊を支援できないような場所になっていたと主張した。ウォーレス隊は、 ストーニーロンサムに戻り、午前11時に到着した。出発した地点に戻るまでに5時間を要しており、部隊兵にはあまり休みがなかった。それから、ピッツバーグランディングに向けて、下側の経路をたどり始めたが、その道は、最近の暴風雨とその前に通った、北軍部隊のためにひどく荒らされた状態となっており、行軍速度が極めて遅くなった。 ウォーレス隊は午後7時頃にやっとグラントの陣地に到着したが、その時は戦闘が事実上終わっていた。グラントは喜ばなかった。それでも北軍は翌日盛り返して戦闘に勝った。ウォーレスの師団は北軍の左右翼に位置し、4月7日の攻撃では先方になった。当初、このことの好意症はほとんどなかった。ウォーレスは 北軍のその地位にあるものとして最も若い将軍であり将来性のある青年のようなものだった。しかし間もなく北部の市民が社医療での恐ろしい損失について知り始め、軍隊は釈明を必要とした。グラントもその上官であるハレックも真っ向からオーレスを避難し、その予備隊を動かす能力がなかったために戦闘の損失を増やしたと言った。一方、 シャーマンはこの問題については沈黙を守った。ウォーレスは6月に指揮官から外され、ブラックストンブラックがケンタッキー州に侵入した時には、オハイオ軍にあってシンシナティ防衛を指揮する、かなり魅力のない任務を割り当てられた。その後の従軍、ウォーレスの最も顕著な活躍の場は1864年7月、1864年の バレー方面作戦の一部であるモノカシーの戦いだった。ウォーレスの指揮した部隊と第6軍団のジェームズ・ B ・リケッツの師団が南軍のジュバル・アーリー将軍の部隊に敗れたが、ウォーレスはワシントン DC に向けたアーリー軍の進軍を遅らせることができ、ワシントン市の防衛隊を整える時間ができてアーリー軍を撃退した。グラント将軍の自叙伝にはモノカシーで ウォーレスが取った遅延戦術について次のように評価している。もしアーリーがほんの1日早ければ私が送った援軍が到着する前に首都に入ったかもしれない。ウォーレス将軍はその部隊が敗北することで生じた事態に対し同じような部隊を持つ多くの指揮官が勝利という手段で手に入れるよりも大きな恩恵を我が軍にもたらした。個人としてのウォーレスは シャイローの結果としてその評判を落としたことで落胆していた。この戦闘での役割について世論を変えさせようと生涯絶望的な試みをし、グラントの自助伝ではグラントに文字通り何とかするよう懇願することまでやった。しかし、グラントはウォーレスが懇願した他の者の,の多くと同様、その意見を変えることを拒んだ。ウォーレスは リンカーンは暗殺陰謀の軍法委員会法廷とアンダーソンビル捕虜収容所の指揮官ヘンリー・ワーズの軍法会議に出席した。1865年11月30日に除隊した。戦争の終わり頃、1864年にメキシコの支配権を抑えていたフランス占領軍をメキシコ人が排除することを助ける連邦政府の隠密行動を指揮した。戦後は、 そのような行動をより公然と続け、陸軍からの除隊後に、メキシコ軍における少々の位を提供された。メキシコの革命家によってなされた多くの約束が実行されることは一度もなく、ウォーレスは大きな負債を背負うことになった。ウォーレスは1870年代から1880年代に多くの重要な政治的役職を経験した。 1878年から1881年はニューメキシコ巡州知事。1881年から1885年は中オスマン帝国アメリカ大使を務めた。巡州知事としてはリンカー安軍戦争に巻き込まれた多くの者に恩赦を与え、その過程でビリーザ・キッドに出会った。1879年3月17日、二人は キッドが密告者として行動して、リンカーン軍戦争に関わった他の者たちに不利な証言をし、その見返りに、キッドは、そのあらゆる悪事に対して、御社状をポケットに入れて自由になるという取引をした。しかしキッドは無法者の生活に戻り、ウォーレス知事は、その提案を取り下げた。さらにこの順州知事時代の1880年、ウォーレスは彼を有名にした小説、 ゲンハー、キリストの話を書き上げた。これは19世紀のアメリカ小説で、ベストセラーにまで成長した。この本は絶版になることはなく、4回映画化もされた。近年歴史家のビクター・デービス・ハンソンは、この小説が、ウォーレス自身の人生、特に、シャイローデの経験とそれから受けた彼の評判に対する、ダメージに大きく基づいていると主張した。確かに特進させる、類似性がある。 主人公ジュダ・ウェンハーは事故で交換を傷つけるが、彼とその家族は終わりのない苦難と中傷を受けることになる。ウォーレスはインディアナ州クロー・ホーズビルで、おそらくはガンデ氏にオークヒル墓地に埋葬されている。彫刻家アンドリュー・オコーナーによる軍服姿の大理石像が1910年にインディアナ州によってアメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホール。 コレクションに置かれ、現在は国立彫像ホールの西側に置かれている。ありがとうございます。